はただ祝うだけだ。俊介の結婚なんて、うわ、天も竹内の結婚を祝福しておるわ。パパなんか情景が浮かんできたんで。そう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 、素晴らしい。あケチバッチョって言い始めた。そんなこと言うの？どこの何のあれなの？何なの？何のキャラなの？2月5日開催のイベントに向けて新しい企画を開発するおねだり声優フェス。続いての企画ですが、せっかく杉田さんが来てくださったので番組恒例の企画を杉田さんスペシャルバージョンでお届けしたいと思います。はい、題してフラッシュ声優キャラ編。よっ、何が始まるんですこれ説明お願いします。はい、杉田さんにはですね、さまざまな声優モノマネを瞬時に演じ分けするフラッシュ声優キャラ編を行っていただきたいと思います。あんだけ朗読やってもらってまだいろいろとやらせるそうだねということで杉田さんにモノマネしていただく声優さんのリストがこちらになります。すごい、いけ、寂しくなるな。音域がすごいですねこれ。ちょっとドラマを感じますよね。もうもはやさっき言った通りさ、ちょっと真似すると寂しくなるのよ最近。でもそれすらも乗り越えてみんなに僕の好きだった人覚えててほしいなっていうのはやっぱあるから、そうなんですね。それでは杉田智和さんによるフラッシュ声優キャラ編です。よろしくお願いします。おい俊介、名前似てんのな。結婚おめでとう。俊介くん、おとなしくしてなよ。そうしないとさ、お前を祝えないだろうね。チャーハン食べる俺はただ祝うだけだ。俊介の結婚なんて、うわあ、竹内くん、結婚したんだってね。あの、おめでとう。大丈夫最近？え、心配事がない？あ、よかった。うん、じゃあね。ああ、本当に？天も竹内の結婚を祝福しておるわ。注目の結果は CM の後。あ、竹内くん、結婚したんだってね。ああ、よかったね。ああ、うん、よかったね。はい、祝福のハッピーウェディング。たけし君、あの、結婚したんだってね。そうなのね。時が満ちた。結婚おめでとう、竹内俊介君。会ったことないけど。会って絶対嘘ですよね。俊介、結婚おめでとう。照れるなよ。杉田、お前全然似てねえぞ。こっちまで恥ずかしくなる。ダメだ、最後の人が怖い。無理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 。いや、注目してほしいのはね、そう、本人のね、喋りのスピードと声の強弱の付け方とか、すげえやっぱね、似てるのよ。だからね、コピーっていうか、もうなんかもう自分の中になんか生きちゃってるっていうか。小安さんなんかすごいっすよね。もともとね、ちょっと似てるってね、若い時はすごい似てるって言われてたし、オーディションの時なんか言われたりしたね。それだけ影響は受けてるんだろうかな。小安さんとかなんかもうすごいもんな。でも石田さんとか僕会ったことがないんで。で、しれっと冗談言うの。聞いたことないですよ。でもなかなかね、本心を話してくれない。木田さん、お金何に使うんですかって言ったら、先物取引に手を出してねって。絶対嘘だ。嘘に決まってる、そんなの。続いてまだまだいきますよ。私の持ち込みモノマネ企画でございます。モノマネ大好きだな。題して声優モノマネチャンプ決定戦。イエーイ。おー、こちらの企画は杉田さんと俊介に声優モノマネを見てほしいという方を街頭調査、
実際に声優モノマネしているところを披露してもらったので、杉田さん、俊介の2人に審査してもらいます。素人さんってこと？そうです。いやそしてその VTR を見て、2人にはお手元の未来のスターとあと一息と書かれた札でモノマネを判定してもらいます。極端だなしかも2人しか票ないから。確かにやっぱり眠ってると思うのよ、逸材みたいなのが。だって言うて俺もだってやっぱり最初こういう声さんの声かっこいいなっていう、やっぱモノマネとか同じセリフを発してみるところから俺もそれを積み重ねて声優になってたわけだから、将来的にすごい声優モノマネスターみたいな人が実はまだ眠っていっぱいいるんじゃないかって。なるほどね。ほうほうほう。しゅんくんさ、これしゅんくんでしょこれ。それチュンチュケくんですか。あ、そう、このなんか豆腐みたいなやつが CM で男前豆腐とかの CM このキャラでやってくんねえか男前豆腐って言ってね、かっこいい声のナレーションでねありがとうございます。初めて可愛いって言ってもらえた。え、二人はさ、あの、あ、お二人はあのいや、いいよ、いいよ、その距離いいよ、いや、心配いいよこの天然パン、これだ、これだこれがいいんですよ。待ってた、かわいい、これだわ。いや、違う、ごめんなさい、これや、これまいりましょうか。はい、一人目の挑戦者です、どうぞ。稲田と申します。ランマ2分の1に出てくる水をかぶりパンダになった時のランマの父、早乙女玄馬やります。声優は尾形健一さんです。パーパーいい、いや、ちゃんとね、いや昔から好きだったんだなっていうのが伝わってくるそれでは2人の判定は、せーの、ドン。あー、中間杉田さん、それ中間ですか。いや、でも思い出を大事にしよう。はい、着眼点がね、もっと長文の喋りやるのかと思って。ちゃんと昔からランマ好きだったんだろうなとかね。いや、めっちゃ細かく見てますよ多分ね。声の質的にパポなんかだから、でもちゃんとちゃんと寄ってましたよ。似てる気が、うん、ちゃんと寄ってました、うんうん、なんか情景が浮かんできたんで。そう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 、ありがとうございました。続いての挑戦者は、東京出身のカマです。テニスの王子様の森久保祥太郎さんがやられてる木原赤也くんのモノマネします。赤く染めてやるよ気持ちはわかる、気持ちはわかる。でも赤也くん好きなんだろうな、うんうん、さあ2人の判定は、せーの、好きって気持ちを大事にしよう。いや、これね、ちょっと厳しめにやってみたけど、いや、でも俺も気持ちとしてはこっちだな。あ、いいんじゃない。だもっとね、まあ、街頭インタビューだし、もうちょっとためらいなく出したらもっと似るんじゃない。単純に声量出していいよって場だったらもっと似るかも、ね。赤やクッキングコロッケを作ります、ポテトチブスよだからネタのチョイスもこことかだったらもっとポイント上がったかもしれない、ね。なるほどね。森久保さんはやっぱ八代さんがさ、本人に寄せるのは八代さんが、そうだね、やっぱり一番上手いからさ、なんかちょっと師弟関係みたいな2人だから。八代くんのやる森久保さんの真似って単語が独特で、なんかできん、どれくらいできんのって言ったケチバットって言い始めたそんなこと言うの、どこの何のあれなんなの、何のキャラなの。はい、続いては、自分から出たいと話しかけてくれたスター候補生です、どうぞ。どういうこと。阿部と申します。大塚明夫さんのガンダムスターダストメモリーでアナベルガ東少佐のセリフです。私は3年待ったのだなんでちょっとカットしたんですか最後までやらせてやれよ二人の判定は、せーの、マネというよりガンダムが大好きなおじさん。あ、そうっすね。なんか多分企画をね、勘違いしてるモノマネとかじゃなくて、うん、好きなガンダムどれっての街頭インタビューだと多分勘違いしてるYouTube のお願いフェスですそっちじゃねえんだ次はこちら、アラポンマンです。若松のりおさんでアナゴさん。フグトくん、今日いっぱいどうだい。ああなるほどなるほど。
さあ、2人の判定は？せーの。やっぱりアナゴさんはすごい。いや、オリジナルへのリスペクトがあるね。確かに。いや、でもね、クーンがすごく似てました。そうだね、もうちょっと、意外と口を開かないですよね。でもアフレコしてるとこね、まだサザエさんは見たことがないから。あ、確かに。サザエさんの現場では若手に分類されるんですよ。だって若者さん本当かよって感じですけど。いや、だから金役もいっぱいやってるし。いや、何でしたっけ、飲みに行こうかって言ったらいい。あの、アナゴの亡霊ってやつね。ある日、あの、アナゴくんが大好きなマスオに、どうだい、この後いっぱいって誘うんだけど、今日はお父さんと飲みに行くんでって、ナミヘイと合流するんだよ、そのマスオは。ね、ガラガラガラって、いらっしゃいって言われて、金役で店員やってる。でその頃磯野家では、あ、こんな家あちょろいぜって言って、泥棒が入ってんだよな。こうやって広げていくと面白いのかな。いや、着眼点も大事なんだね。どのキャラクターだったり、セリフだったり。次が最後のチャレンジャーです。どうぞ。日向と申します。一人目の人じゃん。こちら葛飾区亀有公園前発注に出てくる、まだね、マッドサイエンティストの江崎教授のモノマネやります。声優は松山隆さんです。要するにゴリラ君の頭を調べたら、佐野が全く動いてなかったのだよ。はいはいはい、はいはいはい、はい、さあ、せーの。チョイスもよし、素晴らしい。おお、2人とも。いや、稲田さん、すごい存在なのかもしれない。似てましたしね。なんかちょっとかじってるのかな、この人。いや、うまいし、松山さん独特の響きとかが。そう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 。でもセンテンスが出てくるのがすごいよな。いや、そうだから多分ね、結構やってると思う。やってるよね、普段。絶対なんか経験があるよ、ね、やっぱり素人さんにもね、面白い人いるよ。それでは2人に初代チャンプの名前を同時に言っていただきます。お願いします。はい、せーの。稲田さん。はい、1位の決め手は何でしたか。あの、キャラのチョイスが好みだったっていう、まああの、普通にあの似てますしね、クオリティ高いなと思いました。よく見つけてきたな。いや、本当に天才声優関智一の人気キャラクター総選挙。いいね。ファンが選ぶ関さんの好きなキャラクター総選挙開幕。そう、これはね、もう本当オーディションの時からあの明確にそれが指定されてて。あ、なるほど。そうなんです。だからまあそのオーディションテープ返したりしたんですよ。あ、わざと。あなたの好きな関さんのキャラは何位だ。正解は本編を見るっすよ。絶対見てくれよな